線香の大衆がする女。俺は九州の地方都市で十年来タクシー運転手をしている。しかし最近は景気が悪く、さっぱり客が来ない。そこでたまにはルートを変えようと思い立った。その日俺が向かったのは市の北側にある霊園だった。当たり前だが、 霊園付近には、寺や墓石の店が多い。墓参りを終えた客でも拾えたらラッキーだと思ってしばらく流していると、窓を閉め切った車内に、なぜか線香の匂いが漂い出した。とっさに窓を開けて匂いを逃がしていると、霊園の前に立った女が目に留まる。片手を上げて、 タクシーを止めようとしていた。早速シートに迎え入れるや、ぼそぼそした声で行き先を告げる。送り届ける間も嫌な気配を感じていた。女は終始だんまりでうつむいていて、こっちが話を振っても一切反応を示さない。するとまた、 線香の匂いが漂ってきて、顔をしかめる。霊園からは離れたはずなのに、一体、なぜ後部シートの女が、丁寧に頭を下げた。すいません。私の匂いです。え 首をねじって振り向くと、ひときわ強烈な線香の匂いに襲われ、むせ返りそうになる。謎の女は、表情の読めない目で俺を見つめ、一言つぶやく。あなたじゃ、ありませんね。人違いでした。30分ほど走り続けて、住宅街の一戸建てに着いた。 ここで、会ってますか確認すれども返事がなく、気づいた時には女はいなくなり、シートにほとんど灰になりかけた線香が一本残されていた。後で知ったことだが、その家では先月奥さんが引き逃げされていた。数日後に逮捕されたのは、 俺の同業者のタクシー運転手だった。繰り返す呪いと捏造。中学時代、私は転校生の稽古を必要にいじめていた。トイレの個室に逃げ込んだ稽古にバケツの汚水をかけたり、無理やり虫を食べさせたり、 いじめは日に日にエスカレートしていった。ある日稽古が当時住んでいた団地の屋上から飛び降りた。葬式にはクラス全員が出席したものの、いじめの主犯である私はどうにも居心地が悪く顔を上げられないでいた。 担任や周囲の大人の目に隠れていじめていたから、バレてないと信じたいが、断言はできない。もし稽古が遺書や日記を残していたら、逮捕されるかもしれない。などと怯えていた矢先。模服を着た稽古の母親が、憔悴しきった面持ちで近づいてきた。稽古は母子家庭で、 団地に越してきたのも離婚が原因と聞かされている。母一人、子一人で、貧しいながらも支え合ってきたのだろうと思うと、初めて罪悪感が湧いてきた。稽古と仲良くしてくれてありがとうね。一番の親友だったんでしょう。え あの子の日記に書いてあったの。形見としてもらってやってくれる稽古の母親に手渡された日記を帰宅後に読んでみると、そこには稽古の痛ましい妄想が綴られていた。稽古は母親を心配させないために家で人気者を演じ、 一番の親友として私を紹介していたのである。そのうち妄想と現実の境目がつかなくなり、あるいは妄想を捏造で補強するため、日記にまでも私と何をして遊んだ、どんな話をしたと、実際には存在しないエピソードを綴り出したというのが真相だった。 最後のページの日付は、稽古が飛び降りた日だ。彼女は死ぬ直前まで、日記をつけていたのである。まだ、遊び足りないな。稽古の妄想日記は、そう結ばれていた。私は言葉にできない恐怖と嫌悪に襲われ、稽古の形見の日記を、 ゴミ箱に叩き込んだ。二十年後、私は結婚して娘が生まれる。娘はとても可愛く愛おしかったが、幼稚園に上がる頃から娘に異常行動が出始めた。カマキリやバッタなど、虫を捕まえて、美味しい美味しいと食べるようになったのだ。 小学校に進むとさらにエスカレートし、周囲の子供や保護者、担任までもが、娘を気味悪がって、避けるようになった。娘の気候のせいで、夫と喧嘩が絶えなくなり、離婚。親子で、古い団地に越してくる。皮肉なことに、それは稽古と、 母親が住んでいたあの団地だった。ある時娘の手を引いて歩いていると、すっかり老け込んだ稽古の母親とすれ違った。しばらく立ち話をしていたが、彼女はずっと黙り込んでいる娘に目を留めて微笑んだ。まあ、稽古にそっくり。 何を言われたのか。上機嫌に去っていく母親に、娘は小さく手を振っていた。その時、ある可能性が脳裏にひらめいた。もしあの日記が、娘の受けた仕打ちを全部知った上で、稽古の母親が捏造したものだったなら、稽古の母親の呪いで、 娘はおかしくなってしまったのでは。あるいは本当に、稽古の生まれ変わりだったのなら。真実を確かめるすべはない。現在、娘は学校でいじめられている。主犯は、同級生の意地悪な女子だ。私は娘の字に似せて、に、 気を書いている。ひな人形の呪い。離れて住んでいる父方の祖母は、しきたりをおもんじる人だった。特に四季折々の行事をおもんじ、ただ一人の女孫である私のためにと、ひな団を送ってくれた。祖母が、 ご先祖様から受け継いだらしい五段飾りのひな団はとても立派だったが、実際のところ恐怖を感じたのは否めない。夜トイレに立った時に闇の中に浮かび上がるひな人形の顔は恐ろしく、私は全力でその前を駆け抜けた。3月3日の夜。 正確には3月4日の午前2時頃。尿意に襲われて部屋を抜け出すなり、妙な音を聞いた。ひなが飾られた部屋だ。泥棒を疑ってこっそり覗いてみると、衝撃的な光景を目の当たりにした。美しい十二人絵をまとったおひな様が、 カタカタ動いているのだ。他の人形やお代理様は微動だにしておらず、なぜかおひな様だけが震えていた。何が何だかわからず、パニックで固まっていると、おひな様が急にぴたりと止まって、振り向いた。恐怖が絶頂に達した私は全速力で逃げ帰り、 部屋で寝ている両親を叩き起こして異変を訴えた。半信半疑の両親がひな人形を一体一体改めているのを固唾を飲んで見守るうちに恐ろしい事実が判明した。おひな様の首が抜けてその体内の空洞から 一枚の紙片が出てきたのである。だいぶ古く、傷んだ紙だ。紙に書かれた文章を読んだ両親は、瞬時に青ざめ、見せてとせがむ私を強く叱責した。翌朝、両親はひな壇のお焚き上げを頼んだ。このことと関係あるかどうかは不明だが、 祖母は数日後に亡くなっている。あの紙は祖母が入れたのだろうか。何が書いてあったのだろうか。どうして私は見せてもらえなかったのだろうか。後に私が母の浮気でできたことわかり、 呪いをかけたくなった祖母の心情も理解できたのである。畑を掘り返すな。私の実家は田舎で農業をしている。周囲にはビニールハウスが増えたが、うちは代々ご先祖様から受け継いだ畑を耕して野菜を収穫していた。 今年の夏も里帰りし、両親の仕事を手伝っていたのだが、畑の土を掘り返していると、古い壺が出てきた。中で、カサカサと音がする。興味を覚えて蓋を外すや否や、中から履い出てきた巨大な雲にびっくりする。雲は、独々しい模様の足を、 不気味にうごめかせて、さっさとどこかへ行ってしまった。土に埋められた壺から、生きた雲が出てきた。両親にありのままを報告しても信じてもらえず、拗ねていた矢先。近所の花山さんが、心不全でぽっくり行った。翌日には、 お迎えの高田さんのおばあさん。翌々日には、五軒先の吉山の息子さんと不幸が相次ぐ。私が土の中の壺の封印を破り、雲を解き放った日から、不審死が連続していると思うと怖くなった。花山さんの奥さんが口走った言葉は、 さらに衝撃をもたらした。主人の死に顔に、でっかい雲が覆いかぶさってたの。雲に驚いて、心臓が止まるなんて、本当に、あるのかしら。私が掘り当てた壺は、一体何だったのだろうか。あれがもし、 孤独に用いられた壺だったら、花山さんたちは私のせいで死んだのだろうか。うちの畑から出てきたなら、亡き祖父母や先祖が隣人を恨んで呪った可能性もある。あるいは私たちを恨む誰かが、こっそり畑に埋めていったのかもしれない。次に誰が死ぬかで、 答え合わせができるだろうか。